するしない。この度最高位制日本プロ麻雀協会に新たなメンバーが加わりました。その名はなんとこちらセンターにおりますドッポさん。はい、第40 4期前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 期入会ということで、はい、誠におめでとうございます。ありがとうございます。今回はその経緯と、はい、それまでの過程すべて、はい、すべて、はい、3年ぐらい時間もらっていいですか。ご自身のお気持ちも含めて、はい、3年ぐらい待ちます。かけてください。わかりました。すべて今日はお話ししていただこうと思っております、はい、まずは、はい、このプロになろうと、はい、その気持ちの変化、天保位からプロまでかなり時間がかかってるじゃないですか。そうです、7年ぐらいねえ、はい、その間はプロになろうとは思ってなかったんですか。実際迷ってる時間は結構長かったんですよ。あったな、はい、その気持ちはあった。まあなってしばらくして、うちの団体どうですかっていうお声掛けを、まあ、いくつかの団体さんから。正直いくついただいたんですか。団体もいっぱいあるじゃないですかね。数えて、お声自体は全団体の方から。全主要5団体の方からは。やばい、私行こうかな。そうなってたからでしょ。5団体からこれ結構言ってないでしょ、他には。そうですね、言ってはないですね。身内だけでしょ、うん、ね、5団体はかなりどこも欲しい人材ってことですね、うん、よかった、太っててと思って。キャラが立ってて大きさのキャラが立っててってこと。え、でもその中から7年の間どうするかってことでしょ、うん、で、はい、まあ最初まあ、実際天保名人戦っていうのがあって、うん、でその中でまあ、石橋さんだったりとか郷さんだったりとか、うん、いっぱいいますもんね。大井さんとか対局させてもらって、うん、一定期間決まった回数、うん、同じメンバーで打って成績を競うって、うん、まあ、普通に麻雀をしてるとなかなかないじゃないですか、うん、ないで、まあ、例えば長く一緒にやっている中でこの人だったらこうみたいな、うん、その人ならではみたいな戦術も出てきて、あ、これは面白いなって思うようになって、でそこからちょっと、うん、それがきっかけだったんですよ最初。なるほどね。で、まあそういうお声掛けもいただく中でどうしようかなと思ってる時期は結構あって、でもなんかまあ言ったらあれですけど、その自分がじゃあそこに出れてるのはなんでって言ったら、アマチュアでいるから出れている部分もあって、まあ、その時はまあ、今朝倉さんもプロになってますけど、そうなんかアマチュア対プロみたいな構図の対局を結構お声掛けいただくことが多くて、企画たくさん上がりましたもんね。だからなんかやっぱりアマチュアでいることが逆に協会構図的には求められてるのかななんていうふうに感じるところも多々あって、かなりリアルな、ね、悩み全部喋ってくれる、うん、ほんと。でそこでいろいろ悩みがあったってことですね。アマチュアでいた方がいいのか、そう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 、プロになりたい、もうそういう気持ちもあるし、いやでもどこ行くので悩むし、ね、団体から来ちゃうし、ね、結構悩み大きい数年間だったんですね。そうですね、まあ、でも実際はまあ単純に対局はすごい楽しんでましたけど、うんうんうん、やっぱりね、言ったらじゃあ8年前はって言ったらただの麻雀が好きな、その頃まだお兄さんだったわけですよ。まあ今お兄さんですもんね。8年って長いですよ ね。髪も減り、体重も増え。なんで髪は減るのに体重増えるんだろうね。不思議よね。え、切れそう。向かってきたのに。でも、うん、この度最高位戦ですから、はい、切れちゃダメです。私たちだって大先輩でございます、うん、はい、もう8年目プレイヤーで、はい、そうそうそう、はい、ドポさんが、はい、そのお兄さんだった時からプロですからね、はい、うん、僕らの唐揚げくん買ってこいって言われたらもうそこ走るに行かないですけど、走る、はい、走る。じゃあちょっともっとマニアックな質問してってもいいですか。名、はいはい、字がね、ないとダメなんですよ最高位戦で。そうなんですよ、はい、登録名でちゃんとしてないと。いや、私と中里さんは本名でやってる、はい、がっつり本名です、はい、でも本名ほら別じゃないですか。はい、どうするの、ドッポは捨てるの。ドッポはね、捨てないことにしました。 捨てないんだ。え、でもドッポだけじゃダメって言われませんでした、はい、そう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 。なんでそこに本名の名字をくっつけるということは、はい、山田ドッ
ポって人出してもらおう。山田どっぽ、山田どっぽ山田どっぽになったの、はい、楽天多い ね、 でもね確かに最近ね、もう下の名前で呼ばれないじゃないですか。トッポさんって呼ばれることが多いんで、それで山田さんだよね。そう、うん、本名で呼ばれると反応できないですよね、うん、でも今回は山田どっぽって名前は自分で最終的にはこれだと、はいはい、そうですね。でもやっぱまんま本名だと見た時に分かってもらえないと、分かんないですよね。朝倉更新はちょっと時間かかった。でもそれでも、でも朝倉更新は、うん、まあ、珍しい名前だけど、だしハンドルネームと名前がちょっとつながってるじゃないですか。つながってますね。朝ピンだし、そうそうそう、かすりもしてね。確かに、ね、確かに 500m ぐらい離れてるんで、もっと離れてる、5キロぐらい離れてる、ね、5キロどうはなかなか来ないもん ね、 ね、名前つけるでね。だってこの名前を親につけられたらちょっと怒るもんね。ちょっとね、あんまりやれるよね、うんうん、でお母さんなんでなんで僕ドッポなんでドッポ一人で歩いていかなきゃいけないドッポくん、ドッポくんちょっと意味やる、一生結婚できないってことだ。そういうことだ。あ、でもそれはでもね、今のままだとそうですもんね。何このま、ね、ね、え、で、そして、うん、はい、最高位戦入りました、はい。いや、ドッポさんがね、D2 スタートはないですわ。まあ一番下が今 D2 ですからね、うん、ってことは、はい、どこかしらのこう、はい、お話し合いがあったと思うんですよ、はい、最終結果はどちらのリーグに所属になられたんですか。はい、あの中里大先輩と同じ B2 リーグから。おーはるちゃんのライバルが7年かかっております言ってやれよ、お前言ってやれ。7年かかっております。7年かかってこう、はい、もう 2,3 ヶ月だわ。でも7年悩んでっからね。何優しさ。まあ先輩だから7年、じゃ同じ年数じゃ悩んでそう悩んでた時と、うん、まあ私もね C リーグでずっと悩んでましたこうねこうずっと7年ずっとこうやってやってましたから。はるちゃん上がったり下がったり好きすぐこう行ったり上がってんのみたいな、下がってんのみたいなほんとその回はるちゃんこうやった時あったから辛かったんだよ、うん、でもそれの時の時間も含めて、うん、急にまた新たな手強いライバルがやってきて、今 B2 のメンバーって主要メンバー誰でしたっけ。 B2 やばいですよ今、もう魔物が尋常じゃないぐらい、なんか魔物だらけですよ ね、 ね、今鈴木優さん、優さん落ちました。はい、あの土田幸志は、はい、もう同期ね、同期ね、同期なの、一応同期、同期同期私あと酒井君もそう、酒井さんもそう、高倉さんもそう、高倉さんもそう、あと柔道さん、あ、中村さんね、柔道は別にいいからでもずっと上がれなくてね、主みたいになってますからね。結構あの、うん、バラエティに富んだメンバーが、ね、D2 すごい今色とりどり手厚いよね。 D2 もね結構見たら面白いとこいっぱいあります、うん、はい、どうですか、はい、意気込みと意気込みそのメンバー、はい、雰囲気見た感じ、はい、まあ、正直な気持ちでいい、正直な気持ちで言うと、はい、うん、あの負けたくはないですよねやっぱりね、うん、ここから入らせてもらった感がある中でのスタート高級って多分見てる側より本人グッとくるよね、うん、グッとくる。私なんかやっぱりそのまあ今朝倉さんがこうネットマージャンからそう、ね、競技マージャンに来てっていう、やっぱりネットマージャンのトップ層って、うん、競技マージャンの世界でも強いんだっていう、うんうん、その世間的な認識を、はい、築き上げている途中で、うん、じゃあ僕が後から入ってきて、ね、また有名なドッポさんプロにこう転向しました、うん、はいどうぞ、はい落ちますとかね、ちょっとねやっぱできないですよね、まあ、そういう変なプレッシャーもあるにはあるし、うん、それはわかる気がします、うん、でやっぱりねこれまでそのじゃあ何万回打ってプラスでいればいいですよっていう麻雀と、うん、何回の中で上位何名に入らなきゃいけないですっていう麻雀のノウハウも違うところはあるし、そうですね、まあ、不安は正直たくさんあるにはあるんですけど、結構ガチじゃんこの不安も。でもあれですよね、うん、なんかその人のジャンプ見たりとか、はい、まあ、全部で27人ぐらいになるんですけど、はい、結構なんか知ってるジャンプの人とかいるんですか。打ってる仲間もいるでしょ。打ってる、うん、ね、結構打ってる人はいます。バレちゃっていい、あんまり僕はそのまあ、自分自身がどう捉えられるかっていうところは気にはしてないので、まあ普通に一回一回得なことやればいいかな。第一節からかなりのギャラリーがつくよ。じゃあこういう前振りされて観戦するとすごい悲しくなる。行く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 、見る見る。あ、じゃあ日向行く行く。日向さん目当ての人が来てくれたら、うん、いや日向目当てとかほぼ皆無だから、うん、
ね、あいちゃんがだって観戦に来るってなかなかないでしょ、ね、私ほんと観戦つなぎ で,、ね、ぎで行く行くすげえピンクのカメラ来るわそこついてくるまたうちの周りがあれあれあれ、うん、あれ何の取材みたいになっちゃうなるピンクかあいつかってピンクといえば日向彩子みたいなのがあるからね、うん、なんで最高戦にしてくださったんですかすごいなんかいきなりなんかマーケティング職出てきたいやだから僕例えば麻雀の一場面取り上げてこれどっちが得なのっていうのをこうお魚に一つの話題で2時間ぐらい飲めるぐらい麻雀バカなんですよね多いよねそう考えたら確かに、ね、いや本当にね、うん、まあ接する機会が多いっていうのはもちろんあるけど、うん、でもいろんなところ仲いいじゃないですかドッポさんはうん、うん、その中でもやっぱ麻雀バカはここかそうやっぱ一番こうみんなの熱だったりとかを身近で感じる機会が多かったっていうのもあるし、いいね、そう話してて気持ちがいい人がすごく多かったので、アホ多いもんね。そうですね。アホが多いですね。本当にこのネタでご飯3杯いけますっていう人ばっかり。箸止めるもんね。ご飯行ってもさ、うん、語り出すとさ、酒だけ持ってさ、そう酒だけ持ってもう延々喋ってる。ね、結局多額のね会計来るけど、ね、酒飲みすぎてる。最高戦で飲むときは飲み放題にしようっていう。そうだね。パックにした方がいい。間違いない。うんみんなアホだからね。ねあねって言っちゃった。先輩が、ね。先輩なのに。やっぱり麻雀バカが一番の決め手だったんですね。うん、そうですね。うん、なんでそこは本当に迷わなかったですね。なるんだとすればって思ったし。ではドッポさん、はい、これからの意気込み、はい、そして決意表明をカメラに向かってお願いします。はい。これからあの麻雀プロとして、まあ、今までとは違った形で麻雀に携わらせていただくことには、なりますけれども、まあ、あの麻雀に携わる姿勢関わっていく姿勢に関してはこれまでもとはあの変わらないとは思います。ただ、まあ、これまで以上に見ていただく機会も増えますし、まあ、これまで以上に麻雀の内容も問われていくとは思いますので、まあ、一日一日あの自分の麻雀向上させるために、しっかりと使っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。 M リーグは目指してるんですか、はい、いや最終的には行けたらいいですよね、まあ、最高位決定戦と M リーグの場面っていうのはやっぱり夢です。目標、はい、トップさんこれから同じ仲間として一緒に頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最終的に入会おめでとうございます。